さあ始まりました、こいちゃんパラダイス競馬予想でございます。せっかく散髪してもらったのに和やくそな頭になって失礼しております。すいませんね、美容師さんせっかく切ってくれたのにね。俺がもうプライベート全くセットしないんでバサバサです。ちゃんとセットしたらね、髪型なんですけど、はい、どこかでしたいなと思っております。オークスなんでね、もちろん番組でオークスはやってますので、関西テレビで、今日はウィン5と勝負馬から行きたいと思います。勝負馬から行きましょう。新潟ですね、三条開催難しいですよね。ウィン5もね、至難の業ですね。選手すごかったですね。1名様おめでとうございます。4億ね、よう取れましたね。あれ絶対俺キャリーオーバーすると思ったんですけど、最後のレースですごいですね取った人。さあ新潟10レースでございます。日内山特別、ダート 1200m、勝負レースはもうここと2つしかなかったです新潟は。7番ベルドウズメ、これケイムホームの馬ですね。ケイムホーム産駒っていうのは数は少ないんですけど、出てきたら非常にいい確率で走ってきます。で前走のね、まあ会場は違うとはいえね、素晴らしいタイムで走っております。このタイムはね、隣の一番人気のこのフロステッドの牝馬のタイムよりもね早いんでね、これ、非常に今回はこの 1200m というね距離短縮したことによって今の状態の良さがうまくつながったというレースやったんで、今回もね期待しております。ただ差し馬なんでね、新潟ダートはもう外分回したらもうほぼ来れないんで、すごい膨らみますから、まあ、ジョッキーも分かってると思いますが、分回さなしゃあない状況になったら多分もう無理です。はい、それぐらい新潟のダートはもう最終コーナーで外分回すととんでもないロスを受けるので、はい、ジョッキーにお任せというところもございます。新潟最終レースですね、4歳以上1勝クラス、ダート 1800m、 3番ビクトリオン、これもアンクルモーの馬でタイム的にもね全く遜色ないんですよね。で血統的にも遜色どころか、まあだいぶ上位の血統なので、まあ1000馬というところでね、どれぐらいリラックスして走れるか、これ20ヶ月空いた後の前走が叩き2走目で3着で、今回3走目なんで今回上昇するだろうというところです。そして序盤戦はね、勝負馬あまり上げなかったです。無理やり上げるのをやめようとね思いまして、京都6レースからいきます。ダート 1800m、 3歳以上1勝クラス、5番デトネーション、はい、パイロです。はい、もうそれだけ言えば分かりますかね。はい、パイロ、まあ、2走前の道割るのタイムとね、前走の両馬場のタイムがほとんど同じぐらいで走れてきてるので、だいぶ状態上がっていると思います。3歳馬なんで成長もしているんでしょう。そして京都9レース、愛宕特別、ダート 1800m、 12番広野大空、これシニスターミニスター産駒でね、前走見事に勝ち上がりましたね。その前から非常に強い競馬を見せて、前走当然のように勝ち上がって、今回休み明けなんですけど、周りを見てもタイムを見ても、もう一個縮めてこれれば全然、無理な、競馬にはならないなと思っております。好勝負かなと思っております。そしてもう最終ですね、東京12レース三根山特別、ダート 1600m、9番グレノークス、これロードカナロア産駒ですね。まあ、この馬、カナロア産駒にして、これ牝馬限定制なんですけど、初めてのマイルで短距離走ってたんかと思うと、逆に、1008以上しか走ったことのないというね、非常に変わった馬で、もうちょっとね一気に1004ぐらいまで短縮してきた方が面白いなと思うんですけど、1600のこの一ハロン短縮でも、十分、前走よりはいい勝負ができるじゃないかなと思っております。ウィン5はね、もう皆さん私の解明をアレンジしたり減らしたり、はい、好きなように使わないとやっぱりそう簡単にね
1、2番で取れるものじゃないというのがね、皆さんももうお分かりでしょうから、たまに乗ったりとか、それぐらいのお遊びでいいと思います。対象レース1レース目、京都10レースパールステークス芝 2000m。 これ芝 2000m の牝馬戦とね、もう1レース目に向いてないウィン5ですよね。もう難しすぎますこれは。4といきます。2番ジュリア・バローズ、これも勝ちきれないんですけど、タイムがいいんでね、ディープサンクで、これいつも通りのタイムならすんなり勝っちゃうかなというところです。4番シンティレーション、これもね、1008からの距離延長はプラスとは思えないんですけど、カナロアのこういうね、牝馬は意外と中距離苦にしない馬が多いので、こちらも好勝負かなと思ってます。6番エンパイアウエスト、これドゥラメンテの馬ですね。馬格も大きい牝馬ですが、まあ勝つ時と負ける時がはっきりしているので、勝つ時が来るならば、強い勝ち方をしてもおかしくないというところです。11番アグラシアド、リアルスティールサンクですね。これ4歳馬の成長力からすると、もう一個上昇してれば勝負に、なってくるだろうなと、藤岡祐介ジョッキー応援したいです。はい、そして対象レース2レース目、東京10レースエアグルーブカップですね。ダート 2100m、2番熱血社長、この馬なかなか出が悪かったんですけどね、前走綺麗に前に出ただけで非常に強い勝ち方をしたので、今回も出れればというところです。5番フォーバリスタ、まあこれもね、戦績を見ると買わないとしょうがないかなと、ルメールジョッキーというところもありますし、距離成績も2121、ただジョーカプチーノ3区の2100はちょっと本来なら長いから勝ちきれるかなというところですね。14番ダスク、シニスターミニスター3区、このね、体の大きくないシニスターミニスター3区はもうまさにね、距離の長いところ、これ母方もね、距離の長いところを走れる馬なので、この距離の長くなっている 2100m、 前走2424でやっぱ強い競馬してるんで、2100でもこのクラスでも勝負になるんじゃないかなと思っております。はい、じゃあ対象レース3つ目いきましょう。3つ目がね、ややこしいですね。イダテンステークスです。はい、新潟の芝 1000m 直線です。ここはね、ちょっと絞りきれずに4といきます。7番アビッグチア、これリオンディーズの馬でね、もう行ってしまったら止まらない速さがね、ある馬なので、7枠ですけど行きます。9番マイオアポア、これもリオンディーズなんですけどね、これは打って変わってもう後ろからどこまで刺してこれるか、まあ、上がり最速でしょうから、ジョッキーがうまいことさばいてくるんじゃないかなっていう気がしてます。13番チェイスザドリーム、これカナロア3区の牝馬ですね。これはもう前に行くんでね、たまに出遅れますけど、前に行って逃げ切る可能性十分だなと、多分ラチ沿いをこの馬が取ると思います。はい、で16番ファイアダンサー、これパイロの馬ですけどね、パイロの牝馬非常に芝でも切れる、ただね、この外枠と客室がどうなのだろうというところでございます。ここまで来たら高瀬川ステークスはもう絞らないとダメですね。ダート 1400m、 ここ2頭でいきます。11番エピックジョイ、これドレフォンのね、牝馬なんですけれども、専用の牝馬ってね、あまり買わないんですけど、もう買わなしゃあないぐらい前走のタイムがこれ早すぎるんでね、タイム、このタイムだけで見るとね、まあ東京競馬場とはいえ、もう買ってしまうタイムなので、はい、入れます。そして15番ケアイアニラ、これもね、高位からしっかりした競馬ができる、パイロの馬ですね。もう価格からしてももうパワーが違うので、ケアイアニラが負けるとしたらエピックジョイの速いタイムぐらいかなと思っております。そして最後ですね、オークス、オークスはもう2頭でいきます。7番ステレンボッシュ、ちょっとね、
今の東京で届くかなっていうところもあるんですけど、まあジョッキーもね、戸崎ジョッキーなので届く位置におるだろうなと、信頼できる馬だと思っております。そして13番スイープフィート、ちょっとねもう差し一辺倒になってしまいかねないんですけれども、それでもね過去の今の東京競馬場が差しがねどこまで届くかっていうのはちょっと微妙なね、外差しがあんまり届いてはないんですけど、武豊ジョッキーのね今までのレースを見てきたら、いかに届かしてきたかというところを見るとまた届いてもおかしくないなっていうところで、もうここはなんぼ勝ってもしょうがないので2頭、7番13番2頭でいきたいと思います。じゃあ皆さんもやりすぎないように一緒に遊びましょう。夏競馬もこれからね、それまでに G1 もありますので、とりあえずオークス頑張りましょう。買い目の方はウマンチュと競馬ビートを見てください。照れちゃう。